皆さんこんにちは、アリアナグランデです。さて今回なんですけど、こちらですね、ソニーのワイヤレスヘッドホン。おいおい、おじ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 、お前もしかしてそれって一個古い型じゃねえか、そう思いましたか。そうなんです。私がこのジャンク品を買ったその直後ですね、このワイヤレスヘッドホンの新しい型 WH-1000XM5という新型が発表されまして、やべと思って今動画を撮影しているところなんですけども、こちら WH-1000XM5 ということで、お値段の方も最高でして 49,500円ということでね、クソ高えんな。そして今回私が手にしているこちら WH-1000XM4 なんですけど、こちらは Amazon で新品 35,000円で売ってますね。型が1個古いのにまだ 35,000円もします。めちゃくちゃ高いです。そして今回私はジャンク品の WH-1000XM4、 こちら9,800円、1万円以下で手に入れることができました。ただまあ身につけるもんなんでね、ちょっとまあ中古とか嫌がる人も多いかと思いますけど、お嬢じゃ気にしません。なぜなら絶対前の持ち主よりも俺の方が汚いからです。気になりません。というわけでこのジャンク品なんですけど、どういうジャンク品なのかっていうと、なんかね、耳のところがなんか割れてるらしい。ただ音は聞こえると。これ直せたらね、めちゃめちゃお得なんじゃないかなと思っております。早速やっていきたいと思うんですが、おいおいおい、おじおじ、お前ついこの間 1000XM3 を修理してなかったか、そう思いました。そうなんです。この間ね、結構簡単な処理で直った 1000XM3 がこちらになります。こいつも結構ね気に入ってまして使ってます。なんといってもつけ心地がすごくいい。ずっとつけててもいい。もうめちゃめちゃ気持ちいいんですよこれ。 1000XM3 も1万円で買ったんですけど、 1000XM3、1000XM4 この両方を2つ合計2万円で買えたら幸せだよね。これ幸せでございます。まずは動作確認からしていきたいと思います。そい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 、それでは開封開始。はい、というわけでワーペン、ちゃんと箱付きでね、いいですね。すべて揃ってます。保証書から説明書からね、なんかなんやかんや全部揃ってるっぽいですね。でケースが出てきて、これ 1000XM3 の時とケースあんま変わんないのかな。オープン。意外と綺麗じゃない。どこが割れてる。あー、ここか。割れてるね。ベロンベロンだこれ。これ断線してないのか。割れてる。抜けてくるわ。破片とか落ちてないのか。破片が入ってればありがたいんだけど、ないっぽいな。反対はこんな感じですね。しっかりついてます。こんな感じ。音鳴るか不安だなこれ。ちょっと動作確認してみようか。どうだろうな。あれ、なんか臭いぞ。なんか今すげえ臭いに、今臭かったぞおい。なんだ。俺と同じ年齢のおじさんが使ってたなこれ。同世代です。俺と同じ同世代が使ってたわこれ。俺の枕と同じニュースよこれ。ちょっと動作確認してみましょうか。電源オン。あ、電源入りますね。しっかり Bluetooth モードになってます。ペアリングしようか。できました。セットアップきましたね。ちゃんと両耳聞こえてますね。音は両方からしっかり出てますね。やっぱりね、ここだけですね。ここだけ。ただね、くせえ。マジで。自分の枕をずっと嗅いでるような気持ちになるから、これ洗わんといけん、とりあえずここは。これ上もだな。上も取りたいな。これ、取れるかな。全部がですね、少年男性臭がしますんで、それをどうにかしよう。というわけで、分解してみましょうか、まずは。よし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 。それでは分解開始。というわけで、まず分解していきますか。ここの溝に突っ込んで、イヤーパッド外していきます。これがね、爪折りそうで怖いんで。来た。あ、全然、なんか外しやすくなってんな。はい、取れた。簡単ですね。なんでこんな簡単なんだ?これ洗おう。で、ここにスポンジも入ってますね。スポンジも洗おう。くせえ。で、次。なんか前回よりめちゃめちゃ分解しやすくなってるわ。うん、取れた。取れました。イヤーパッドもね、匂いだけあるけど、全然ボロボロじゃないんで、まだまだ使えそうですね。で、スポンジ。はい、取れた。洗おう。よし。ここまで来たら、あとはネジを外していくだけですね。ここな。ここまで行きたい。あとはプラスネジですね。じゃあ全部外すか。4つ取って、4つ取りました。あと4つあります。どんだけネジあんだ?ここだけでさ、こんなにネジある。すごいネジの数だな。これでいけるか?よし。お、ここ、簡単に取れる。イェーイ。楽ちん。
絵抜きました。すごいね、ここも全部コネクター式になってんね。 1000XM3 はハンダ付けだったと思うけど、ちゃんとコネクター式になってるな。ケーブルがな、どこ通ってんだろう。このケーブルたちがここを通ってんのかな。基板外してみますか。2本ネジで止まってますね。どうですか。うん、外せるね。全然意味ないことしたな俺。ここ全くバラさないでよかったです。見て、ここにネジがありますね。このネジバラせば開きます、ここミスター。ちょっと戻しておきます、危ないんで。で、ここにネジがあるんですよ。これを取らないといけないんだ。ほいほい。そして、うん、はい、取れた。はい、取れた。本当だったらここがこうやって固定されてるはずだけど、この上の押さえのプラスチック、ここが割れてるんですね。正常なところを見るとこういう風に蓋がこうやって閉まってるんだけど、割れてるところ、この蓋の部分が割れちゃってる。だからここ抜けちゃうと、この蓋をまた作ってあげないといけないんだ。こりゃ難儀やで。ちょっと参考に右側バラしてみますか。壊れてないところバラしてみます。この蓋取れるかな。ネジ取って、うわ取れた。はい、うん、正常な方はこんな感じですね。ここもやっぱひび入ってるから割れやすいのかな。あ、違うな、やっぱこれ分解しないといけないな。 CXM4 はコネクタ式なんで簡単に取れますね。サクッと基板どかして、こいつ外せばいいんだ。取れた取れた。じゃあここを外していけばいいのか。ここだな、ここ開けていかんといけない。どうやって開けんのこれ。ここ開く、あ、開きそうだぞ、開きそうだ。テープですね、ここが爪だ。硬いわ相当。お、開けた、出ました。ここですね、問題のところは。やったー、ここだよ。ん、ここのネジが、この、ん、あー、ん、ん、え、どういうこと、どこが壊れてんだ。ネジ取ってみるか。これだな、これが壊れてんだ、この部品。こいつをどうにかしないといけないんだ。このプラスチックパーツって売ってないかな。ここ、この部分だけ売ってないかな。まずいね。こいつを直せば直るんだ。ここまでバラさないと取れないんだこれ。結局欠損部分が分かんないですね。どの部分がどうなくなっちゃってんのかが分かんない。もう片方外さないと分からんなこれ。バラすか、ここも。ここもバラして、どういう構造になってるか確認します。替えのパーツさえあればね、取っ替えと終わりなんだけど。というわけで逆側もバラしてみました。The King of Champions。 あ、これも折れてるし、やっぱ弱いんじゃね？何これ？鉄？あ、こうなってたんだ。この鉄だ。こいつでしっかり折れないようになってるんだけど、こいつがなくなってんのか。なるほどな。この鉄の部分がないんだ。ここ左耳壊れてない方、こっち壊れてる方、この鉄の支えがなくなってんだね。これがないから自由に動けちゃってんだね。なるほどね。ないよ、どうする。こんな強度的に厳しいんでしょうね、これがないと。この金属でこう固定してるんだよね、抜けないように。だからこいつがないともうダメだ。はい、というわけでこの部品だけ売ってないかなーって探したんですけど、ないです。 1000XM3 だったらね、これの部品売ってますけど、 1000XM4 は部品ないです。ので、また型取りかー、あんまやりたくないんだけど、型取りするしかないかなー。ちょっと型取りしてこのプラスチック分埋めようかなと思います。こっちももうかけちゃってるんだけどね、まあ、これはもう別に支障ないからもういいや。ここだけ、ここはもう支障が出てしまってるんで、型取りで補強しようかなと思います。唐突に汚い指のドアップすいません。今編集中に気づいたんですが、型取り用として使おうとしているこの左耳のパーツなんですけども、こちらもだいぶ割れてますね。作業中に想定していた欠損箇所、青色の部分なんですけども、実際は赤色の部分全体が割れてしまっていました。これに気づかなかったことが後に起こる悲劇の原因かもしれません。プラスチックの補修は苦手です。型取り組んで型取りします。お湯でテロンテロンにしてきました。これを型取ります。急げ。この上の方だけ型取ろう。こんな感じかな。この複雑な形はな、厳しいよな。ちょっと放置します。その間にこいつら選択してきます。ヘッド取れるかな。これ取りたいんだけど、
こいつも洗いたい。そういうの嫌だ。うわ、取れた。うぅ、びっくりした。それとネジがありますね、ここ。ネジ取ろうか。で、外れんのかな。はい。ネジ取って。これ取れないようになってんのかな。この皮の裏にネジがありますね。テープに隠されたネジがある。テープを剥がして、またネジ。やべ、もう直せる気がしない。覚えてない。はいと。こうして、ここも外す、多分。はい。ここにもネジあるわ。わかんねえ、もうどうしよう。取れた。うわ、なんかある。なんだこれ。助けてください。これ戻せる気がしないよ。よいしょ。全く意味わからんくなってる。取れますかこれで。取れないんじゃないこれ。もしかして。ここまで分解したけど、取れなそうだぞ、これ。これ取れないな。どうしようか。くそ。くそ。洗いたいけどな。皮だけなんとかグイーっていけんか。いけそう。いけそう。いけそう。ずりずりいけそう。広げてずりずり。これ取れたとして入れれないな、これ。てか、洗えなくするかねこの高いもの。臭くなるの分かるんだからさ、洗えるようにしたらいいじゃん。見てこの変色具合。超くせえ。なんだこれ。臭いまま使えってこと？こんな変色してんのに。手がくせえ。臭い線 XM4 と臭くない線 XM3 があるから、臭くない線 XM3 を使っちゃうよ。これ治ったとしても。臭いのと臭くないのがあったら臭くないの使っちゃうよね。普通ね。抜けそう。よいしょ。抜けた。ああ。めっちゃ変色してる。匂いの元だ、これが。両面テープだ。あ、取れるわ。くっそ。うん、ああ、取れたー。くっせえやつ。上は？上もくせえな、おい。上どうする？せっかくだし上も洗いたいな。はい。取れたー。もうね、意味がわからない。どうしよう。何がどうなってる、これ。やべ、もう取り返しつかないところまで分解しちゃったな。はい。もう取り返しがつきません。こんなことになってしまいました。一応取れた。ただ戻し方はわかりません。ありがとう。戻せる気がしない。これ全部ですね。洗ってきます。多分やらない方がいい洗濯タイム。洗います。さて、今洗濯中です。これは何ですか？この残骸は。もうこれ何？戻せるのかな？まあいいか。ここまで完全にバラす機器はなかったんだけど。とりあえずこいつですね。型取ったやつ、取ってきます。めちゃめちゃ硬いな。取れるかこれ。これ取れないな。取れた。とりあえずここに流し込んで固めて、この必要な部分を作り出してみましょう。レジンを流し込んで、ツンツンして、そして、固めましょうか。うまくいくのか。しばらく待ちます。取れた。こんな感じですね。この辺は綺麗にできてるんじゃないですか。微調整してここにつけていこうか。できるだけやってみます。で、プラリペアでくっつけますか。全然できる気がしないけど。全然違うけど一応できた。なんか違うけど。大体の位置は合ってんのかな。中に入れる金属がないんで、プラリペアの補強でどうにかしないといけないと思うけど。とりあえずこれで試します。これが限界。固まったんではめました。サイズとかは問題なかったみたいで、しっかりと組み立てることができます。こうやって。形いびつですけど。がしかし、抜けます。そう、なんで抜けるかって言うと、もちろんあれですよね。金属がないからだよね。金属の止めがないと、やっぱ無理なんだよな。これがないと無理です。これがないと出てきちゃう。部品を作らないといけない。本当に金属じゃないと絶対無理だけど、もうプラスチック代用するしかないですね。これはまた型取るか。めっちゃ大変だわ。型取りくんします。ただいまこいつ作ってます。お、取れた。こんな感じになっちゃったけど、いいんじゃないですか？あー、こんな感じか。ちょっと先っぽな。補強しないといけんな、これ。わー、マジか。これね、どうしてもこの強度出ませんので、ちょっと厚み出しましたけど、強度が出ない。これは仕方ないので、入れるだけ入れて、固めます、もう。
刺して。鉄の部品は前の持ち主はどこにやっちゃったんだろうね。あの鉄があるだけでだいぶ違ったな。こんな感じで入れ込んで、一旦つけてみよっか。どのぐらいの強度がありそうか。意外といいぞ。抜ける、あ、抜けるか。あ、抜ける。ダメだ、抜ける。OK、ちょっと待ちます。うん。回転に違和感はあるけど、一応、ガチガチになったんじゃないかなと思います。ちょ、抜けないね。あ、大丈夫そう。でも抜けない。仮で組み立てたいな、ここ。うん、大丈夫そうだな。はい、ここまで組み付けました。いい感じですよ。いい感じ、抜けない。いい感じですね。さて、洗濯物ですね。これなんだろうな。ちょっとちゃんと組み立てられるかマジで心配だわ。今日わかんなくなっちゃった。このテープも柔らかくして、もう一回使おう。これは。あったかいうちに貼りますか。はい、こいつも。貼れました。めっちゃいい匂いする。これ変色は抜けてないけど、めちゃくちゃいい匂いする。こいつはめます。先っちょだけ入っちまえば、あとはもうこっちのもんだからな。そういうもんよ。こっちの思うがままなんだから。入らん。入るわけがない。入った。入った。もうちょい。入った。30分くらいかかった。よーし。入った。すごい、戻せた。無理だと思った。あとはこっち組み立てて終わりだ。嘘だろい。取れてるし、また。なんだよ。おい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 。嘘だろ？マジ？あ、取れてる、取れてるこれ。取れてるわ。気づいた。取れたんだ。いつよ。終わった。終わった。終わった。これまでの苦労がすべて水の泡となりました。しかし皆さんご存知の通り、こんなことで諦めるおじおじではございません。割れてしまったのならもっと強度を上げて作り直せばいいじゃないか。強度を上げるために型取りの向きを変えてストッパーに厚みを出す作戦を試しました。しかし結果は同じ。またもや壊れました。ダメだこれ。前後にやると取れる。もうダメだ。無理だ。この部分は見た目以上に負荷がかかってしまう場所っぽいっすね。パテも試しましたがかなりプニプニでダメです。超柔らかい。無理だな。こんなんじゃプニプニですね。プラリペアでかなり厚みを持たせて作ってみましたが、これも強度が足りませんでした。一応今は大丈夫だけどすぐダメだな。やっぱの金属ないとダメですね。プラリペアやレジンがダメなら金属を使えばいいじゃないか。そう考えてワッシャーを加工したものをストッパーの代用として使ってみました。しかし結果は同じくダメ。ワッシャーは壊れませんが、その周りのプラスチックの部分が壊れてしまいます。形状が正しくないのが原因かもしれません。もうやけくそになってレジンでガチガチに固める作戦を試してみました。とりあえず隙間にレジンを流し込む作戦。レジンでやると全部固まっちゃうんで、ここが回転しなくなるんですよね。だからライトをちょこちょこ当てつつ、グリグリこの回転するスペースだけ確保しつつ固めるっていうのをやってみました。何も計算せず適当にやったんですけど、これが一番強度高い。全く抜ける気しないです。ここダメだこれ。もうダメだ。結局これもダメ。全くもって強度が足りません。無理だ。徐々に気が狂ってきたおじおじ、とんでもない作戦を実行します。せっかくこんな嫌じゃないですか諦めんの。最後の作戦試していいですか。 WH-1000XM3 の方修理してるんですよ。で今でも使っててめちゃくちゃ付け心地もいいんですけど、こいつと同じ部品使ってねえかなって今
思ってまして、検索して画像とか見てみると似てるんだよ、部品がめちゃくちゃ。もし同じパーツを使ってるんだったら 1000XM3 のこの部分ってのはアリエクスプレスで売ってるんですよ。わかんない、同じパーツなのかわかんないけど、最後の望み、最後の願いでこいつ分解してパーツが同じなのか流用できるのかどうか確認したいと思います。分解しましょう。やりたくない、正直やりたくないよ。だけどさ、しょうがない、やろう、いきます。ああ、そうか、 1000XM3 はコネクタ式じゃないんだ。ここきついね。全部ハンダ剥がすの、嘘だろ。いや待って、取らんでもいける、大丈夫だ。基板を取ろう。ハンダを取らずとも基板を取ればいけるんじゃないか。基板さえ浮けばいけないか。いけた、いけた、はい、取れた。あ、なんか違くね、似てるけどやっぱ形違うもん。これは一緒っぽいな。違うわ、形が。あ、でもほぼ一緒か、上の押さえがないだけでこれほぼ一緒じゃない。ただこいつを使うにはここのハンダ付けを剥がさないといけないっていう、これやるしかないだろう、ここまで来たら。これよ、付けないといけない。入った入った。で、金属は、このプレート、あれ入らない。形が合わず固定できません。もうやだ、パーツをください、新しいパーツを。はい、というわけで失敗です。無理です。もう無理です。心が折られました。ニコイチするしかないと思います。1000XM4 のジャンク品を探して、そっからね、この部分だけ交換すると、そういうことしかできないと思います。余裕だと思ってた。マジで余裕だと思ってた。まあ、逆を言えば、この部品さえ手に入れば修理することができるんで。ただ今もう eBay 見て注文しようとしたんですけど、 1000XM4 のこの右耳のこのハンガー全体なんですけどだけ在庫がないんすよ。他のパーツはね余ってるんだけど、特に右のここ在庫がないっす。このパーツだけってのが売ってない。でもちろん互換品の修理パーツもアリエクスプレスとかで売ってってないんですよね。もしかしたらしばらく経ったらここの部品在庫復活するかもしれないんですけど、もうそれまでは修理できないな。だってさ、ここだけだよ、ここだけの修理のためにジャンクの 1000XM4 を買うかっていうことっすよ。1万円ぐらいかけて、本体1万円で買ったのにまた1万円出してこんだけ直すっていうのがもうどうしても嫌で買えなかった。意味ねえと思っちゃうんだよな。せっかく全部荒らして洗濯もして匂いもめちゃめちゃいい匂いになったのに、ダメだ。俺はこのプラスチックとかの補修がマジで下手くそなんですよ。図画工作1なんで。なんで私には無理でした。もっとこう、整形とか上手い人だったら、バッシーできるかもしれないですね。俺のこの技術力では、整形ができない、プラスチックの。他に何か修理する方法があればいいんだけど、いい方法が。思いつかないっす。もうこのパーツを手に入れるぐらいしか思いつかない。敗北です。ダメだ、全然テンション上がらん。もう、ダメだ。勝利の言い訳も思いつかん。ダメだ。今回は敗北です、本当に。というわけで今回も、めちゃめちゃ臭いヘッドホンを全バラして洗濯していい匂いにしたので勝利です。私はこのパーツを手に入れて必ずこいつを直してやります。もう直し方はわかってんだから。部品さえあれば直せるんで、プラス一生です。さらに 1000XM3 ももう一度組み立てることができるんで、勝利です。敗北が知りたい、敗北が知りたい。はい、というわけでパーツが手に入ったらなんかでやります。よろしくお願いします。あ、いい匂い、あ、すごいいい匂い。もうダメだ。あのまま負けを認めると思いましたか、皆さん。この私が。そのまま引き下がるとでも思いましたか。ででん。
買いましたよ。新しいジャンクの 10XM4。 部品がないならまた新しいジャンク品を買ってきてニコイチすればいいじゃない。そうですよね。どうですか。そうですよね。赤字関係ねえ。1万円のジャンク品を直すために1万円のジャンク品を追加購入して修理を成功させる。どこまでも勝ちにこだわる男おじおじです。勝たなきゃ意味ないでしょ。そうですよね。というわけで続きをやっていきますか。いえ、一度箱にしまっちゃったあのニック機相手、こいつですね。こちらです。ドン 10XM4。 まず匂いからいきますね。なん、いいぜ。カレー臭がすごくいいぜ。こいつと全く同じ匂いする。あと俺の枕と全く同じ匂いする。状態はこいつもいいですね。こいつ音聞こえないジャンクらしいです。まずは動作確認していきます。この動画は長くなるぜ。はい、じゃあ新しく買った音が聞こえないジャンク品確認してみましょう。電源オン。うん、電源入る。ん、あ、全く音聞こえないわ。両方そんなことあんのか。パワーオフとかパワーオンも聞こえないっすね。おかしいね。あ、有線だと聞こえるなこいつ。なるほど、有線では聞こえる。あれ、聞こえるようになった。待って、何なんだ。まず今電源入りましたって言いますね。あ、なりますね。無線でも鳴る。聞こえたり聞こえなかったりするってことか。やっぱりね、聞こえたり聞こえなかったりちょっと不安定なんで、とりあえずこの部分のパーツをもらいましょう。それもできれば修理したいなと思うんですけど、まあ今回はとりあえず部品取りだけさせてもらいたいと思います。はい、取れた。問題のここですね。こいつだよ。もう喉から手が出るほど欲しかったパーツ、こいつ。My precious。 このために俺は何時間かけたんだ。はい、取った。問題のこいつですよ。付け替えてあげましょう。取れた。もうここ全部変えちゃおう。取りました、このボロボロくん。あ、めちゃめちゃ綺麗に入る。めちゃくちゃ嬉しい。見て、最高だ。 OK、 完璧だよ。素晴らしい。はい、オッケー、できた。できた、やっとできた。やっと治ったよ。音鳴るか確認します。バッチリです。バッチリでごわす。この稼働もバッチリですね。なんかここ汚いんで直します。はい、綺麗にした。ちょっともっこりしてるけど、まあいいか。こんな感じ、完成です。まあこれでやっと2。あれ、臭い。なんで臭い。臭い。なんで臭いの。俺洗濯したのに、洗濯したのに臭い。なんで。え、めちゃめちゃいい匂いになってたけどな。え、俺がつけたから。俺がつけたらもうこんな臭いの。めっちゃいい匂いになってたのに、俺が今ちょっとつけたからこんな臭いの。嘘だろ。匂いも完全にいい匂いになりましたねって言おうと思ったらめっちゃくせえ。ここはすごくいい匂いです。俺のカレー臭とんでもないな。あとね、洗ったからだと思うんですけど、多分合皮的なもんだと思うんですけど、これねちょっとゴワゴワになっちゃった。肌触りが悪くなっちゃったな。もう少しつけてたら良くなるかな。とりあえず修理成功です。うぃし、ここダメだ。またこんなになっちゃって早いな。何はともあれ修理成功です。視聴してみたいと思います。 The King of Jackers。 はい、というわけで今めっちゃ聞いてきました。今回の 10XM4 と、なんか以前直した 10XM3 と、前から持ってる BOSE のクワイエットコンフォートかを
比べてみました。世代的にはこっちとこっちが同じ世代なのかな。でこいつが 10XM3 が一つ前の世代みたいなんですけど、そう、前回のこの 10XM3 の修理の動画の時に、前は 10XM3 よりも BOSE の方が好きっていう話をしたんですけど、その理由っていうのがなんかソニーの方低音がめちゃめちゃ強すぎるっていうことだったんですよね。イコライザーがあってプリセットでね、ブライトっていうのがあるんですよ。ブライト、ブライト選ぶと低音がいい感じに抑えられて、めちゃめちゃ好みのバランスになって、低音もちゃんとガンガン鳴るし、もう全部の音もしっかりと綺麗に聞こえるっていうので、このイコライザーでずっと聞いてたんですよね。そうすると BOSE よりも 10XM3 の方が音は好きだったんですよ。曲聴くんだったらこっちだなーみたいな感じになってたんですよ。で今回の 10XM4 か、多分あんま変わんないはずだけど、なぜかこっちの方が音綺麗に聞こえるな。めちゃめちゃクリアに聞こえますね。あー、お嬢じゃ耳腐ってるんであんまり当てにしないでほしいんですけど、というわけで音的にはあのイコライザーを使うと 10XM4 がめちゃくちゃいい。やっぱ気持ちの問題かな。気持ちの問題かもしれないですね。こんだけ手間暇かかったから音だけはよく聞こえたいっていう気持ちが現れてるのかもしれないです。私の思い込みによる効果なのかもしれませんっていう感じですかね。はい、というわけで、正直ね、甘く見てました。ここ壊れたぐらいでしょ、余裕余裕と思ってました。どうにもなりませんでした。もう新しいもの買わないと無理でした。ちょっと補強すれば治ると思って甘く見てました。反省してます。部品も売ってねみたいなね、あのままにするわけにもいかないんで、もう新しいやつ買って、部品取り用で買いましたけども、こいつね、こいつもかわいそうだね。で合計2万円ちょっと、ん、合計2万円ちょっとかかってますね。中古買えるじゃん、余裕で中古1個買える余裕でめちゃめちゃ状態のいい中古買える。やっちゃったね。こいつ部品取り用で買ったやつなんですけど、単純に接触不良とかじゃないかなと思うんで、もう一度ジャンク品見つけたらこいつ使って組み立てられるんじゃないかなと思うんで、いい感じのやつが出てきたらそいつで修理してもいいかなと思います。それか今回直したこいつの補修部品として置いててもいいし、こいつさえあればいくらでも部品は交換できますんで。同じとこ壊れたらどうする、ここ無理だけども、壊れやすいっぽいからね。 eBay 見てもここだけ部品売り切れてるんで、結構壊れやすいっぽいっすよここ。まあいいや。というわけで今回も勝つために手段を選ばなかったんで勝利です。敗北が知りたい、敗北が知りたい。滑稽でしょ、笑うがいいさ、笑いなさいよ。ほら部品取り用もゲットできたんで、よしとしましょう。皆さん、終わり良ければ全てよし、終わり良ければ全て勝利。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。無駄に2台になっちゃって、無駄に金かけちゃって、もったいねえな。しかもゴワゴワだし、でもう臭くなってるし、洗剤の匂いと俺の匂いが混じり合ってくせえし。